毎晩小4の娘と勉強を終えた時間に一人佐藤ママの YouTube を見て反省したり心を落ち着けたりしています。落ち着きますかね、心が。娘は塾では平均も取れず苦しんでいます。毎晩娘と取り組んでいますが、塾の宿題解き直し繰り返しとくという感じで積み重ねていますが、何度しても間違うという辛い日々です。そうすると何回やってると思ってんのと責めてしまいます。ダメだと分かっていても、あまりに同じ間違いを繰り返されるとこちらの気持ちが持たない感じです。私としては佐藤ママを参考に工夫して接しているつもりですが、うまくいっているとは言い難い状況です。中学受験クラスをやめようか悩んでいますが、長女が受験して国立に通った影響か、本人は受験クラスにいたいと言います。1ヶ月で5点ずつ上げていくという佐藤ママのやり方を参考に、焦らず淡々と続けていくうちに何かしら答えが見えるかもと思っています。取り留めのない文章でごめんなさい。何かアドバイスあればよろしくお願いいたします。そうね、ちなみに私はフルタイムで働いており、娘は幼少期から通っている合唱団はやめないといい、現在塾と合唱団の掛け持ちです。そろそろだから平均点は取りたいですよね。やっぱり平均点取らないと、まあ内容が分かってないってことになるんでね、やっぱそれはちょっと辛いでしょ。だから平均点は取りたい。だから平均点取れてないっていうのはやっぱちょっと基礎が足りてないって思うんで、何回も同じことをねやるってね、なんかちょっと分かってることを何回もやってこうなんていうかこうやってもね、結局理解できてないんですよね。だからその結局深くね理解できてないんだと思う。とりあえずこれはこうやるのかな、こうやるのかなって感じだけでやってるだけで、だから何回やってももうコピーしたみたいになって深さが足りなくなっちゃうんで、それが一番困るんですよね。だから、まあ、一問を取ってね、この子なんでこれが分からないのかなって深掘りすると、例えばちょっと2年ぐらい前の2学年前のね計算がちょっとなんか苦手だったりとか、まあ、だいたい算数に関して言えばどっか計算抜けてますね、点数上がらない子って。で遅い計算が、もうそれがね本当最大のネック。それがないと上にね文章題とかね図形とかね上上げてもね解けないんですよ。だからそれはダメなんですよね。だからちょっと計算力を苦手なのをちょっともっときちっとするっていうことと、目の前の問題をひたすらなんか何回もやったからといってできないですよ。で何回やった何回もね何回やったと思ってんの、どうして覚えないのっていうのは、何回やっても覚えてないってことは内容がねやっぱ深く分かってないってことなんで、それはね何回やっても同じなんです。それ10回やっても一緒なんですよ。だからそれはやっぱりやり方としては間違えてるかな。だからもうちょっとその問題、同じ項目の問題をちょっと優しいのをやって理解をもっと深めるっていうことを考えたらいいんじゃないですかね。はい。